はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、クロー放課です。さあ本日なんですが、皆さん BF ストラクチャーは買いましたでしょうか。新しいね、あの BF デッキめちゃくちゃ楽しいし強いんでね、よかったらこの販売ストラクチャ ブラックフェザーズプライド買っていただきたいなというふうに思ってるんですけども、普通にこのデッキ強いのになんと、先行ワンケルができることが発覚しました。しかも結構簡単な手札からいきます。まずシムーンプラスコスト、または、旋風プラススズリ、これでね、なんとですね、先行ワンケルが確定します。はい、細かいルートはね、ちょっと動画でやってるんで、ご覧いただければと思うんですけども、これなんか一回、ね、ランク戦やってたらなんか当たって、このデッキ使ってる人になんか、いやまあ簡単に説明するとなんかね、シンクロした後になんか急にミラージェイド出てきて、ほんでなんかアルビオンで自分のモンスター除外しだしたんですよ。で何してんだと思ったら、なんかこれ使って相手の盤面にこの最強モンスター送りつけて、こいつが蘇ってきて、なんかあとはこいつでババ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 みたいなことをするっていう、まあ、何言ってるかちょっと分かんないかもしれないんで、ちょっと対戦動画ご覧ください。はい、ちなみにこのデッキ先行暗記でもできるし、ちゃんと BF としても戦えるっていう、なんか先行暗記のくせに強いみたいなデッキなんですよ。はい、めっちゃ楽しいんで、ちょっとぜひねご覧いただいて、気に入ったら作ってみていただければと、はい、いうふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。はい、最強ハンドきました。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、クローホーガンです。さあ本日なんですが、新しいブラックフェザーの可能性を皆さんに感じていただこうと思っておりまして、ぶち壊れ展開を見せていきたいというふうに思っております。皆さんストラクチャーは買いましたか？まあストラクチャー、まあね、あ、なんかあるな。はい、もう全然無理、全然無理、全然無理、全然無理。ここの裏はめちゃ重いので、墓穴の致命者にぶち込んでいくしかありません。ちなみにブラックフェザーさん、レイドラプターズと同じで、全誘発踏み出すので全誘発踏み出すので、そこだけは弱点ですね。無限法要、ウララ、エフェクトベーラー、ニビル、増殖する G、 全ての誘発を踏みます。はい、それだけは注意です。で、黒い旋風の効果発動、まあ、ただし展開が通ったら強いみたいな。マジでレイドラプターズだね、やってることは。あと俺声枯れすぎだな、これもうなんか風邪ひきながらさ、ずっと実況してるからさ、もうなんか一生風邪治んねんだけど、風邪ってか喉っていうか、ちょっと助けてくれ。黒羽を置いていく。で、バーナ特殊召喚、声かすれてるの、なんか天竜原子のみになってるじゃん。で、バータの効果はなってないか、ごめん。で、ゼピロスとチヌークを墓地に送っていく。うおー、インチキシンクロは現れよ、ブラックフェザードラゴン。黒羽の旋風の効果発動、バタを特殊召喚していくぜ。はっ、そして自分の墓地の精鋭のゼピロスの効果、黒羽の旋風を手札に戻し、自身を特殊、これあれか、2枚だからこっちでいいや。ちょっと1000ダメージうざいんで、こっちでいいわ。2枚ある場合は、ちょっと、2枚貼り直すことができるんで、こうしまして、ほっ。そして、黒羽の旋風も発動。まあ、本来であれば、黒羽の旋風を戻して、黒羽の旋風を貼り直すというパターンです。そうすると1000ダメージ受けちゃうんですけど。で、レベル4のスズルに、レベル2のバータをチューニング。シンクロ召喚。現れよ。星風のノートング。ノートングの効果チェーンし、そしてチェーンに、シャマールの効果。そして黒羽の旋風の効果はチェーン3で発動。シャマールは墓地からスズリを回収するという効果、そして、黒羽の旋風は、シンクロ BF が出てきたら、そいつの攻撃力より低い、除外または墓地の BF を特殊召喚することができるという効果。一般的な展開だとここでね、なんか使うことないんですけど、ちょっと今回は諸事情により、ここで使わせてもらってですね、でちょっと わけのわからない、わけのわからない謎モンスターをシンクロ召喚しまして、察しがいい方であればこいつが出てきたところで何がしたいのかなんとなくわかるだろうというふうに思うんですが、さあノートングいるんで召喚が増えてるのでしょうか。で、スズリ効果チェーン1、旋風効果チェーン2、脱走旋風で、大根おろしをサーチしていく。ここで、ちなみに
普通の展開だったらサヌンガとか持ってきて8とか、あの、まあ、普通三回展開でも俺オロシ持ってくるな。でツインシャドウで、ツインシャドウは相手ランに打つことが多いと思うんですけども、今回はここでもぶち込みます。でツインシャドウの効果発動、墓地および除外されているところから、モンスターを戻して、そのレベルと合うように真空召喚ができる現れよ、ブラックフェザー魔風のボレアス。そして魔風のボレアス真空召喚成功時効果発動、自分のデッキから BF モンスターを叩き落とし、そのモンスターのレベルをコピーする。そして原用のスズルに、レベル2となっている魔風のボレアスをチューニング、新規の召喚現れよ、誰やねモンスタードロドラゴン。このモンスターは、融合召喚をする場合、なんか操作剤の代わりにできて、さらに自分の、効果で融合することもできるぜ。ドロドラゴンの効果発動誰やねんと誰やねんで融合召喚現れよ、飛剣竜ミラージェイド。急にミラージェイド出てきて、なんかびっくりするよねこれ単純に妨害としても優秀っていうねこれ。そして、ブラックフェザードラゴンに、突風のおろしをチューニング、真空召喚現れよ、エンマリュレッドデーモンアビス。そして自分の、墓地に存在するブラックフェザーとシンクロモンスターのチューナーをゲームから除外、現れよ、ブラックフェザーアサルトドラゴン。そしてヒェンリュー・ミラジェイドの効果発動、自分のフィールド上の、星掛けのノートリングをゲームから除外し、エンドフェイズアルビオンの効果を発動。アルビオンの効果により若津楽園をフィールド上にセットさせてもらうぜお前はもう死んでいる。ドロフェイス若津楽園を発動、若津楽園の効果によりミラジェイドをリリースし、自分の墓地に存在するベールゼと、自分の、墓地に存在する除外されているノートリングを特殊召喚、お前のフィールド上に子供最強のモンスターを差し上げるぜ。ほら強いから、そいつ強いからちょっと使ってくれや。そしてノートリングを特殊召喚、ノートリングのモンスター効果発動、特殊召喚に成功した場合、ダメージを与えるという効果、一応シャマールの効果も発動、シャマールの効果によってゲームから除外し、自分の墓地に存在するスズリを回収。そして、ベールゼさんはダメージが入ると打点がアップするっていう効果があるぜ。さあベールゼの効果で打点がアップしていく、さらにその効果を発動するためにブラックフェザードラゴンがダメージを与えていく、そしてベールゼの効果で打点が上がり、さらにまたダメージが与える、つまりそう無限ループスーパーブラックフェザー全自動ワッキル。対戦ありがとうございましたインチキ効果もいい加減にしろ。先行だったらまあ悪くない反動ではありましたね。これ若津楽園でゴミカード来てるか、そうもねえか。マシンナーズリフォーメーション、何マシンナーズ、珍しいな、このご時世にマシンナーズを使ってるやつなかなかいねえぞ。ちなみに俺も好きだけどそのデッキは、マシンナーズギアフレーム、なるほど。あ、アンカスペア強いですね。アンカスペアは手札に、加わった場合特殊召喚される、まあ、でも言うてそんなにね、マシンナーズって先行展開強くないんですよ、そんなには。なんかめっちゃ妨害構えるっていうよりか、次のターンの準備してくるようなデッキだから、多分ね、まあ、言うてだと思うけどな。やばいぞ、出た、出ました、生きり立っていく棒、棒効果2000バーいったいった。相変わらずこのデッキは展開長えな、いつやり増してんだこいつ。レベル10めっちゃ増えたあれやばくねこれ、結構やばそうな匂いすんなこれ。はい、ゴライアス、あ、これさ、ギアフレーム装備解除特集、あ、これやばいな普通に。これ待って、まだいいか、まだいいけどさ、え、ちょなんか割と不穏な空気を感じてきた、割とあかん匂いがしてきてるよ。レベル10の重さが2体で、やばいやばい、一気に立っていく、一気に立っていく、まずいです、まずいです、非常にまずい。ちょっと待って、ちょっと待って、俺のライフ、俺のライフも2000しかないんだけど
あれあれあら、アンガナックルって効果使ったっけ。使ってないですよね。使ってないですよね。で、マシンナーズカーネルが蘇ってきて、あれ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 、スクレーパーでドローね。戻してドロー。何を戻すんだ一体。やばい、棒がまたエクストラに戻ったぞ。やめてくれやめてくれ。嘘だろこれはっきり言っていいですか、遊戯王これ手札見せ合ってじゃんけんでよくないですか。